皆さんご存知でしたか？日本で大人気のいないいないばあ、今これが中国、ベトナム、ミャンマーで放送され大人気。今回は調査結果をご報告します。それではどうぞ。2017年1月からベトナムで吹き替え版が放送されており、2017年7月には中国でも完全ローカライズ版の放送が始まり、2017年8月からはミャンマーでも放送開始。アジア諸国での人気は絶好調のようです。アジアの子どもたちを次々と魅了する理由について気になり調べたところ、ベトナム、ミャンマーの演出担当を行う奥富さんはこのように話しておりました。そもそもこれらの国で未就学児のみを対象にした幼児番組がこれまでなかったのが人気の大きな理由でしょうね。ベトナム国営放送に初めて教育専門チャンネルが開局したのが3年前。海外アニメの吹き替えなどはあっても、同じぐらいの年齢の子どもたちが実際に登場する乳幼児向けの番組はなかった。ベトナムでは0歳から6歳くらいまでが揃って楽しんでくれていますよ。中国の完全ローカライズ版放送秘話。中国での放送は上海のある制作会社の男性が日本在住時にいないいないばあに夢中になっている子どもの様子を見て、いつか中国でも放送したいと考えたことがきっかけとなり、放送が決まったようです。やるのであれば吹き替え版ではなく、親近感を持たせるために出演者は全員中国の人でやりたいと。現地の子どもたちをオーディションして、スタジオ撮影や家庭でのロケを行い制作されています。ベトナムでも放送2年目からはオリジナルの猫のキャラクターミャオミャオを開発制作し、ベトナム各地を訪れるキャラバンロケも現地で撮影するなど、オリジナルの部分が多くなっています。ミャンマーではスタジオ設備が整っていないこともあり、自然の中でのロケが中心です。各国のカラーやオリジナリティを出しながらも、日本側は番組の質を維持するよう制作のサポートや監修を行っているようですね。この番組は決して上から教え込む番組ではないんです。例えばワンワンに、さあ歯磨きをしましょう、手を洗おうねとストレートに言わせるのは違います。ワンワンは先生じゃないですからね。子供と同じように遊びや失敗を通して一緒に学んでいくというコンセプトを制作側に理解してもらうのは難しいですねと話をされていました。作り手である大人たちがかつてのワクワクを忘れないこと、それがこの番組が世界に受け入れられている理由だったみたいですね。調査結果報告。今回詳しく調査した結果、いないいないばあイズムが世界の子どもたちに届いていることを知り、なんとなくほっこりした気分になりました。最後までご覧いただきありがとうございました。